まだ食べられるのに捨てられる食品ロスを考えてもらおうと九州大の学生が企画したイベントが27日福岡市博多区で開かれた小学生ら6人が参加し売り物にならない野菜を使った体験型ワークショップを通じて食の未来を考えた 写真特集あなたの住む場所のご当地グルメは九州大競争学部2年の寿司元萌香さん19と篠田美樹さん19が初めて企画 JR 九州グループの農業生産法人 JR 九州ファームなどから提供された形がいびつなために廃棄される規格外品の野菜をスタンプに加工これにインクをつけて押しカラフルなエコバッグを完成させた その後、寿司本さんと篠田さんが飲食店や家庭での食べ残しや小売店の売れ残りがどのように発生するかを解説。子供たちは、できるだけ食べ残しをしない、家で捨てる野菜をなくす方法を家族に伝えたい、などと感想を述べていた。政府が発表した2021年度の食品ロスの推計値は523万トン。国民一人当たりに換算すると、 年間約4 2キロの食べ物を捨てたことになる。約半分は家庭から出たもので、個人を含め、社会全体で食品ロスを削減する取り組みが求められている。参加した小学4年の